き人でもある、師匠でもある。だが遠慮はいらないよ、思い切りさせてやろうじゃん。あら、お手柔らかに。まだ全然スピードが足りませんよ。ほら、サインの神さんがあった。うわぁ、いつの間に機体に落書きを。かわいいですね、リムス様。うわぁ、落ちない。油性ペンって書きやがったな。そう、ちょっと顔を洗ってくれ。あなたも気を抜いていると、まぶたの上に目を描いちゃいますね。Yeah!
けません。どちらを見てるのですか？ちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあ、もういいや。トワを破壊するのは君たちに任せるよ。はーい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃ、君も元気でね。ふん、何が元気でねえじゃ。一体どの口が言いよるんだか。ちょっと君、全部聞こえてるんだけど。わしはなんも言っとらんぞい。では皆さん、ごきげんよう。それにしてもトワメ、俺たちの通信を乗っ取ることまでできるようになっているとは。奴らもあの手この手で仕掛けてくるの。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるってことよ。ターレス、スラッグ、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、他の歴史の強敵たちもそうはな。ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもたっぷり返してやらないとね。あ、はい。そっちの声の方が気合入っとるの。